八百屋とかさ、ああいうのもさ誰も買わないとか言ったけど、夜はめっちゃにぎわってさ、みんな買ってんじゃんね。あそこさ多分フレッシュジュースにしてくれるんだと思うよ、あの場で。なんで夜の方がずっと楽しいじゃん。そうだね、そうだね、あの日中のあれはもう、夜の方が映えるじゃんね。もう人が集まってるな。絶対行っちゃダメですよ。出てこられなくなっちゃう。あ、屋台って夜ここだ、みんな食べてんの。
曜日だから余計なんじゃないの。明日でも月曜日でもこんな人が出るかな。多分この時期は、ね、休みだからか。結構日本人も来てんじゃん。それじゃ、いやでも本当に日本人見ないって言ってましたよ、ね、だって実際にいないじゃん。見ないのにようこそとかさ、か一昔前だったんだじゃんと思う日本人は。すっごい盛り上がってんじゃんね。私たちが行った時よりずっと盛り上がってる感じ。私はいい？アーガンオイルでしょ？スリッパでしょ？それからアーガンオイルとスリッパと、なんかあったらでも外れるのって。今日あったじゃん、いっぱい。私、ああ、外れるのって言ってたじゃん。何？何？どういう意味？フランス語？フランス語なわけないじゃん。アラブ語だよ。あ、そう。フランス語に聞こえた今の。うん、あ、何言ってるの。タジン鍋さすがに買えないね。うん、ちょっとね。家でも作らないじゃん。作れない。やっぱガスじゃないと。そうだね。電気でなんかするちょっと。
クミンは別に最悪向こうで手に入るけどね。安いのかな。